はい、こんにちは。ハニードクターの水谷です。ハニードクターではないですか。ハチミツマイスターのおしゅんです。本日はちょっと、白衣も着ましてですね、ちょっとドクター風にやってみたいと思います。本日やりたいのは、もう皆さん、本当に一番、問い合わせが多い、ハチミツの結晶について、なかなか、こう本格的に見る機会っていうのはないと思いますので、実際蜂蜜の結晶が、起こってしまって、それをどうやって、元の状態に戻すかっていうのを、皆さんの方に、発信していきたいと思いますので、早速始めたいと思います。ではスタートします。まずですね、通常これ、蜂蜜、全く結晶してない綺麗な状態の蜂蜜があります。で、皆さんが買われた時っていうのは基本的にこういった状態ですよね。それが、時間の年月だったりだとか、冬場になりますと、だん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 、こんな風に、下から白く固まって、ちょっとか、点々点々 とこういう風になってくる。これが、一般的に蜂蜜の結晶という形になります。まあ、最初の始まりはこういう風な状態になってですね、それで、次の段階では、ちょっとこれ、あの蜜の種類が違うんで分かりにくいかもしれないけど、時間が経ってくるとだん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 こういうふうに、白さが増えて結晶が増えてきます。で、もうもっと時間が経つと、もうこういうふうな、もう真っ白な状態になる蜂蜜もあります。で、まあ、本当にこれがお客さんからですね、一番問い合わせが多い、質問なんですね。ですので、実際、こういった風になってしまった蜂蜜をどういう風にして元の状態に戻すかっていうご説明をしていきたいと思います。準備したのは、早速なんですが、このようなものです。はい、見ていただけますでしょうか。実際、お鍋に、沸騰した状態の、お湯を張ってですね、今沸騰させております。開けてみます。沸騰というのはだいたいですね、これ今温度計をちょっと入れてみますね。よし、まあ約94度、まあ100度の沸騰したお湯が、このように、あります。で、蜂蜜の結晶を溶かしていきたいと思います。まず、先ほどお見せしましたちょっとだけの結晶の蜂蜜です。まず瓶の蓋を開けます。必ず瓶の蓋開けてくださいね。そして、まあ、中心部の方にこういうふうに置いていただきます。もう実は正直これだけです。もう、沸騰したお湯にですね、中心のあたしに、瓶を開けた状態の蜂蜜を置いてですね、どのぐらいで、結晶が溶けるか早速見ていきたいと思います。で、この時見てくださいね、こちらの温度、この温度は約まあ90度ぐらいですかね、になってます。で、この、お湯の温度は90度なんですが、こっちの実際の蜜の温度っていうのは、そんなに高いものではありません。今で30度ぐらいですね。よく、勘違いされるんですけど、蜂蜜が、まあ、高温になってしまうと栄養価がなくなるということで、確かに長時間の高温になりますと蜂蜜っていうのはだんだん焦げてきますので、あんまり良くはないんです。ただ、まあ、お湯の温度が100度ですと、実際瓶に入っている蜜の温度っていうのはそこまで急激に上がってくることはありませんので、沸騰した100度の温度でですね、湯煎をしていただいたら結構だと思います。で、ここでポイントとして、待ってるのがもうめんどくさいという方はですね、この蜂蜜をですね、ぐるぐるかき混ぜてですね、この結晶を実際動かしていくとですね、結構早く溶けてまいります。よし、といってもですね、早く溶けるといえどもですね、1分2分では溶けません。最低でも5分10分はかかると思います。天然のものなので、ゆっくりコトコト、このようにしていただいてですね、蜂蜜の結晶が溶けるのを待つようにしてもらったらいいと思います。今でどうだろうな、まだまだ結晶がしっかりある状態です。もうちょっと待ってください。
もう一度確認しますけども、実際蜂蜜のこの中心の温度、今何度かなって見ていただいたら分かりますけど、そんなに高くは上がりません。43度、その程度ですと思います。この温度ぐらいを、保っていただければいいのかなと思います。まあ、55度ぐらいまででしたら、そんなに栄養価が急激に壊れるということはありませんので、だいたいこのぐらいの温度を目安に、してください。じゃあ、このまま、まだまだ待ってくださいね。コトコト、コトコト、コトコト、コトコト。こういうふうに混ぜると、やはり速度は速まってきます。結晶核がだん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 溶けてまいります。で、結晶も溶けるんですけども、蜂蜜も温度を加えると流動性が高まりますので、このドロッとした状態からですね、サラッとした状態の蜂蜜になります。よし。まだまだ溶けませんね、結晶が。でも蜂蜜はもうサラサラになってます。ここからは、早送りをしていただいてもいいかもしれません。この結晶の固まり具合っていうのもお花によって全然まちまちです。一般的にレンゲだとか、菜の花とかっていうのは結晶が早いですね。結晶が意外と硬い、結晶になりますし、逆に、木の花っていうのは結晶が柔らかい結晶になったりするので、もうこれもまちまちです。早いのもあれば遅いのもあるということで、結晶の核も全然違いますので、これはもうお花によって全部違います。どうだろう、まだまだまだだ。よし、じゃあ次のこの蜂蜜ももうもったいないので結晶を溶かしていきたいと思います。これはね、リンゴの蜜なんですけど、やっぱりリンゴの蜜は結晶が早いですね。と言ってもですね、これ2018年のリンゴ蜜、だから今2020年だから2年前のリンゴ蜜なんですけど、結晶がここまでしてます。封を開けてですね、入れちゃいます。これもコト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 、あ、これは結構下がガジガリの結晶をしてますので、もっとかかるかもしれません。よし、これをくる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 混ぜまーす。シュッ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 。よし。さらに、これ黒金餅の蜜なんですが、これは令和元年の5月の蜜なので、これは去年の蜂蜜なんですけども、もうこんなに真っ白になってます。取っちゃいましょう。よし。よし、これも混ぜちゃいます。これは見てください。もう瓶の底が入らないぐらいガチガチに結晶している状態です。これもどのぐらいで溶けるでしょうかね。ちょっと見ていきましょう。よし、お、だいぶ柔らかくなってきました。あ、だいぶ柔らかくなってきました。蜂蜜はやっぱり熱を加えると流動性がすぐ高まります。でもやっぱり結晶が溶けるっていうのになると、もうあと何分もかかってしまいます。あ、結構普通に回るようになってきました。よし、一番最初の蜜どうでしょうか。まだ結晶が残ってでも蜂蜜はサラサラになってますね。ちなみに、ここの蜜の温度も一応測っておきましょう。まず、お湯の温度、温度下がっちゃったかな、もうちょっとじゃあ温度を高めにしましょうか。まあ100度手前から、70度ぐらいでコトコト詰めていけたらいいと思います。そして今度は一番最初に入れた蜂蜜の蜜の温度を見ていきたいと思います。さあ何度でしょう。65度。お、結構蜜が温度が上がりすぎてますので、一旦こうやって溶けます。もうこれで十分です。で、2番目に入れたやつの温度を見ましょう。
はい、これ大丈夫です。まだ温度低いです。で、一番最後に入れたやつの温度、見てください。35度。よし。っていうふうにですね、一応温度も定期的に意識しながら続けてもらった方がいいと思います。まあ、あんまり高温になりすぎるとですね、蜂蜜の栄養がなくなってしまいますので、ちょっと高温になりすぎたかなと思われた方は、一回この湯煎から出していただいて、もう、あとは余熱でこのようにずっとかき混ぜていただいたら、だいぶ結晶はまだ残ってますけど、結晶はだいぶ小さく細かくなってきます。こっちに置いときます。よし。じゃあ、こちらの方。3つをいっぺんにするのって結構大変だな。あ、これもだいぶもうサラサラになってきました。ちょっと見てみましょう。これリンゴ蜜、もうほぼほぼ結晶は、蜜の色がこういうリンゴ蜜なのでちょっと赤っぽいだけで、ほぼほぼ結晶が、綺麗に取れてきてますね。一番最後に入れた黒金餅、黒金餅も蜜自体は黄色がかった蜜になりますので、もうサラサラになってきます。余熱の蜜もだいぶ溶けてきましたね。でもまだなんか細かく浮いてますね。こちらも結構コトコトしてきたので出しときます。一応これも蜜の温度を測っておきましょう、もう60度なのでもう十分蜜の温度も高くなってます。で最後の、黒金餅の方も多分もうそのぐらいの温度になってると思うので、蜜の温度があんまり上がりすぎるとダメなので、あとはですねこの余熱でですね、もうこういう風に、だいぶ取れてまいりました。よし、リンゴ蜜もだいぶ結晶が取れてきました。よいしょ、最後が黒金餅ですね。これもだいぶ取れてまいりました。よし、これでもうしばらくお待ちください。ちなみにこの一番最初にお見せしたのはこれはアカシアの蜜なので、ここまで綺麗なものになるかどうかは分かりませんが、このような形になります。はい、もうほぼほぼこちらの一番最初のビワ蜜、結晶が溶けました。もうここまで溶ってれば普段使うのにもう問題ないと思いますので、これで完了ということになります。でまたキャップをしてですね、今熱が溜まっている状態の時にこういうふうにちょっと、ね、余熱でしっかり、こうかき混ぜていただいて、このまま置いといていただいたら、結構だと思います。ただですね、一回結晶が始まるとですね、また結晶っていうのは始まってきます。で、基本的にはちょっと今回は60度ぐらいまで上げてしまいましたけれども、先ほどの要領で結晶を溶かすことができますので、そのようにして、まず使っていただければと思います。はい、じゃあビワはこれで終わりです。あ、リンゴ蜜もだいぶ結晶が取れてきました。ちょっとリンゴ蜜は分かりにくいですね、色がちょっとついているので見にくいですけども、でもほぼほぼリンゴ蜜も綺麗だ。リンゴ蜜はこういう赤みがかった蜂蜜なんですね。ですからどうしても見にくい感じになるんですけど、もうでもほぼほぼ結晶が、溶けてきてます。この上の部分、これは気泡で泡なので空気が、混ざってこういう風に泡状になっているだけなので、こうかき混ぜるとどうしてもこう気泡が固まってしまうんですけども、特に問題はないです。こちら、これが、一番真っ白だった黒金餅の蜂蜜ですね。黒金餅の蜂蜜はですね、こういう黄がかった蜜になりますので、これもまた透明性があんまりないんですけども、ほぼほぼ普段使うんでしたらもうここまで、結晶を溶かしていただければもう十分かと思います。もう完全にきれいに、溶かす必要性はないですし、このぐらいの結晶ですともう、
舌触りにザラつき感というのもほぼほぼない状態ですので、もう普段使うんでしたらこのぐらいで溶かしていただいて使っていただいたらと思います。もう外に、置いてあったので蜜の温度もいい感じに戻ってるんではないでしょうか。まだ、蜜の温度が若干高いですね。49度、50度ぐらい溜まってるのかな。で、この黒金餅の蜜も50度ぐらい、50度ぐらいでもう余熱で冷ましていただいてかき混ぜていただいたらいいのかなと思います。もう完成だな、これ。OK ですね。OK です。ほぼほぼもう結晶が溶けてきました。まだ濁りはあります。こっちも蓋をして、リンゴ蜜も蓋をすると。で、蓋をしっかりしたら、もうきれいに混ざっているように、していただく。してこっちの黒金餅の方もこういう風にちょっと混ぜていただくと、はい、よし、以上でですね、ほぼほぼ、結晶が取れました。こちらがまずビワ蜜の結晶が取れました。で、リンゴ蜜、こちらももうサラサラの蜂蜜になりました。で、最後の一番白かった、黒金餅の蜂蜜、こちらも、結晶が取れました。はい、以上となります。無事に取れたと思います。このように、して、また、結晶してたら再度湯煎をして、使っていただければと思いますので、参考になったでしょうか。ちょっとナーバスな方はしっかり温度計をこのようにしてやって、蜂蜜の温度を測りながらやっていただいても結構ですけども、まあそこまで意識する必要性ありません。まあある程度沸騰したお湯の中に入れていただいて、で、ある程度の時間が来たらもうかき混ぜていただいて、もう余熱で、蜂蜜をこのように使っていただければと思います。蜂蜜は腐りません。最後まで使う大切な蜜蜂からのすごい貴重な恵みですので、最後まで必ず残さず使っていただければ大変嬉しく思いますので、ぜひともそのように心がけていただければと思います。本日は以上となります。長かったですが、また早送りしてみてくださいね。以上です。